ビデオカメラのデータ復旧を行いました。埼玉県のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラは、キャノン、アイビス、HF10。ビデオカメラの電源が入らなくなってしまったものです。データ復旧処理を行い、3時間48分の動画データ 100% の復元に成功しました。